はい、こんにちは、ちんちゃんはんでーす。かっちゃんです。むいです。さあさあ、今回は皆さん暑いね。初中お見舞い申し上げます。申し上げます。今日は暑いなー、さすがに。そんな暑い中、熱にほだされてか、うなされてか知らんけどたくさん困った相談がね、かっちゃんの方に寄せられているわけですよ。ありますねまあこの時期になるとこういう、まあ、先っぺいことは起きるのはまあいますからね。はい、今回はそのまあそういう炎、みんなそのほなほなかな、あのほなほなの、僕の視聴者さんたちには引っかからないように、霊感商法、まあ言えば僕も言われたように詐欺はい、霊感商法の詐欺師、うん、詐欺師のやる霊感商法に引っかからないでねっていうやつだでねっていう今日はね、ちょっと皆さんにね、分かっていただきたいなって思っております。はい、まあこういう話になったのは、あるお方から僕のとこにツイッターの DM で相談を受けた時に、すごい思っただけで笑っちゃったんだけど、その相談者の母親さんの息子さんなんですけど霊と魂がないって喋る人がだって魂がないっていう、その相談者さんの息子さんが魂がないお亡くなりになった生きてるだろう、部屋借りでなんだから生きてるだろう。あ、生きてる方の話ですか、はい、それはそういう相談もありました。はい、生きてる人間に魂がないって何視聴者さん、皆さん、魂がないってどういうことでしょうね。いやー、世の中に、まあ、そしてその、呼んでいくと、僕なら魂を入れられますってなことを相談を受けたわけですよ。ほう、ネクロマンサーか何かさあ、わかんないっすね。魂を入れられるって、ムイ君の魂がないやつをムイ君の魂を探してムイ君に魂を放り込むやつを。ああ、落とし物捜索的な探偵業の話だってそういう話にしか俺には聞こえてないよって。いや、僕も聞いた時、魂を入れられるってどういうことって思ったもん。魂を入れられる 霊能者がいるらしいわ魂を入れられるってなんだ、どこからなんていうの、何を持ってくるんや、それは。わかんねえな、どっから持ってくるかもわかんねえしよ。仕事とかで精魂突き明けて魂抜けかけとる人ならなんていうのおるけど、それに魂入れるってのもまた喝入れるっていう意味合いでもないもんね。死んでく人間に魂入れる必要もないやん。っていうか魂なんてどうやって入れるか俺が聞きてえもん。できない、できる、できないよだったら俺いろ安倍総理助けるよそうじゃね、霊感ある人目線で見てさ、魂ってさ結局何なのその魂って、俺は魂って呼んだことね、核って呼んでんだけどさ、やっぱなんだろう、生きとる自体が魂じゃないの、この今こうやって考えてなんかアクションしてっていう、それが、そうえ、で息子さん生きた屍なのかとか、無気力な鬱状態になってらっしゃるとか。いや、そんなことはないけど、それ魂見た感じで話してる感じっていうか、息子さんのこと聞いてないからさ僕、うん、まあほんでそれにその人曰くは、まあ、じゃあバレ、まあ YouTube でも流れてるからバレちゃうで、なんか変なぬいぐるみと
ブレスレット売ってるらしいわ、ミッキーマウスとか。あの皆さん言ってきますけど、どっかの今話題になってる軍団、宗教的な方向のやつ、宗教的な軍団さんたちにしろ、言ってきますけど、花瓶を買って悪霊なんて消えませんから。うん、それだけはもう皆さん本当に引っかからないようにしてください。本当に声を大にするけど、壺買って悪霊が取れるなんていうよりも、人間に悪霊があるかって言ったら、あらへんっちゅうの。壺買うのは一切効果ない。壺買って何するの。くしゃみでもするか分からん。なんか部屋でラップ音がするってやって、うん、この4万円の壺を買ったら、なんていうの、そのラップ音収まりますよって言って、わーい買ってきたって言って、なんかリビングにまあドーンと置くじゃないですか、その壺。うん、まだラップ音鳴り続ける。鳴り続ける。そんな壺買わんのも、普通のそこら辺か、あの安い壺でもええやね。じゃあだったら4万円もはたいたのに効果ないんですか。10万円の壺買ったって、30万円の壺買ったって、100円ショップで買った壺とそう変わらんて。むしろ100円ショップで買ってきたやつをそのまま10万円で売ってんじゃねえの。あ、皆さん物を買うとか言って、物を買っ、これを買ったら何かいいことが起きますとかっていうのは絶対ないですから、本当に。皆さん今だと、そのぬいぐるみとかブレスレットとか、ブレスレットも大体僕もやります。はい、はっきり言ってブレスレットは作ります。ほう、年間4つ。寂しいね。あれだね、声かけしてキャッチやってまで、なんていうの、売れるほどの在庫作れないね。そうなるとキャッチしてまでやろうと思わないもん。向こうからやってって言ったらやるだけだもん。あえてこっちからブレスレット作りますなんて一言も言わないもん。ブレスレットって作れますかって聞いたら、いや、やれんことはないですよって言うだけ。その時でもやっぱそのブレスレットそこに売ってるっていうことはしないです。要するにその子に合った5個の石をちゃんと見つけて、バランスよくきちんとその子がいい方向に向かうように石を探しながらやってます。だからむしろ赤字です、僕の方が。まあ石探しだったら何だったりっていう時間帯費用的なものでいくと赤字になるのか。いや、3000円まででやってくださいとか言って言われると、3000円までにやってくださいって言うとさ、1個300円で10個しか買えねえじゃん。10個用のなんかちっちゃい輪っか作りゃいいんじゃない、うん、ちっちゃいな、輪ゴムくらいしかないじゃん。ブレスレット作ってください、3000円分でお願いしますって言ったらさ、うん、な、で30円のやつをじゃあ 100個か、うん、30円なんてねえじゃん、もう。よっぽど加水石じゃなければ。だろう、最低でも100円ぐらいじゃん。そんなもんなんですよ、ああいう石の冷凍って、うん、分かんないもん俺。いや違う、例えばの話やぞ、100円のやつをバーッと買いましたと、うん、な、100円の買っても30個やん、うん、手首かかったらどうなのと思うやん俺。30個って足りない？足りないよ。50個ぐらいいるの？本当に細い女の人だったら30個で足るかもしれんけど、はあはあ、子供か幼稚園小学校ぐらいだったら30個でも足るんじゃないの？ちっちゃいやつばっかりだったらな、3ミリで。大の大人とかガタイ系が占い来るか知らんけど、ガタイ系にまで行くと3ミリで30個たら 3mm が10個で3センチか。それで30個、90センチしかないわけや。90センチやねんか、3センチやで9センチやん。それ丸めて。
おーおー、みんなも今ちょっと軽く手で計算して9センチの9センチですね、紐、はい、紐状態で、まだ結ぶ前で紐状態で結んで3センチの、あ、3センチ、3ミリだな、3ミリを10個、3、あの60個並べたとして、うん、じゃあもう3ミリじゃ、3ミリじゃなくて5ミリにしたとしても、もうそうなるともう200円とか、ああ、ちょっとお値段上がって個数が買えなくなる、そうなると結局赤字じゃんじゃあね、あなたの財布の事情ちゃうよ。そういうブレスレットも、そのいろんなところがその効果ありますよって売ってくるのは、そう、効果ありますよ、あなたにはこれがブレスレット合いますよって言って、場合によってはもう作られたものをこれがベストですよって言って持ってくるほど自体がもう詐欺だと思ってください。本来の、そういう占い師、霊能占い師とかは石を売るときは必ず作ります、その人に合ったものを、それが本間もんの、信用できる霊能占い師じゃないかな、霊能占い師じゃないかな、高い石を売ってくるやつもいます。作って正規品であなたが例えば 1人前作ってね、うん、材料費とか真面目にお金取ったらいくらぐらい、1万円ぐらいで材料費とか全部込み込みで計算して、高くても7000円までだな、はい、皆さん1万円でお釣りが来るぐらい1万円以上来たら詐欺です、1万円以上いったらもう詐欺です本当に本当にそう思います。ああ、うん、僕は絶対に10ミリと8ミリなのよ。何が玉の大きさが今僕これ自分のなんですよ。これちっちゃいね、改めて見るとその玉の大きさ、ちっちゃいでしょ。これがもっと画面に寄せて、画面に寄せて、これ8ミリ、これがだいたい5ミリやったかな、で8ミリの手合わせてあります。これも一応5等分っていう、ほんで国旗、これは伊勢神宮でかっぱらってきた木です。あ、そこら辺の木をかっぱらってきたってやつで丸く削って穴開けてやってるんですけど、はい、だからこれで大体、5000円ぐらい、あ、僕の手にはまるぐらいだから、最低でもこれぐらいはいるんやって5000円から7000円ぐらいの、そう、まあ満州超えたらすげえ石、高い石っていう、あのね、本当にすげえ、霊媒師って、うん、安くてもいいパワーが入れられるんよ。ああ、はいはいはい、うん、これ、今言った5000円ぐらいのそのやつだとしても、だから僕も本当にムイ君にも何回も言うけど、本当に 10年も経つけどね、トラックの運転手しとった人が飲酒運転でたまたま捕まって免許取り消しになって、あら、で友達がのとこにペンキ屋さんへ修行しに行ったんですよ、うん、そしたらトラックの運転手辞めてペンキ屋やれっつって、ペンキ屋を2年間修行して独立、3年目です独立したわけよ。ほうほう。で客が1回も来んでっつって、彼女さんが来て俺ん家に、僕ん家に、うん、でちょっとこういうで占ってほしいし、でできればブレスレット作ってって言われた時に、じゃあ手首の大きさ測ってきてっつって、うん、それはここに巻き尺巻いて、そのいや、もう紙か、糸を巻いて、でちょっと指が入るぐらい、だいたい1本ぐらい入るぐらいかな、うん、こうやってやると、これがまあお客さんの手だとすると、こうやって巻いてだいたい2本ぐらい指が入るぐらい、自分の指2本こうやって入れて、そうそう、はいはいはい、石の分が入るで、ああ、そのよ横幅っていうか、そのなんかそれがあるから、パンパンにやられると石入らへんねんこれああなるほどなるほど、はいはい、はい、うん、だから大体自分の指を立てて2本ぐらい、はあはあ、うん、の大きさでかかってきて、この若干緩みのある状態で、そう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 、はいはい、そう急にしてくださいと。できる、もうそれここまで来るの大変だっていうだけ、大体写メしてきます。ああ、何センチっていう透明の物差しに
はい。で、それで、その人に、の気と、その波動、その気と波動と、運気と、その人のオーラを感じて、作ります。で、その人は今、もう、かれこれ10年経つけど、今もう、ほんと、6人の社員さん。もう、自分は仕事しない。もう部下に任せて平気なレベルまでいけましたか。そう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 。おー、もう一人の人もいるんです。この人はね、何やったかな、ケーキ屋さんやったかな。ケーキ屋さんで、その僕の友達の友達らしくて、うんうん、で友達がこうこうこういうケーキ屋さんやり始めたと、うん、お客さんが全然来ないと、どうしたらいいかと、うんうんうん、言われたものですから、その時はネックレスみたいにでかいの作って、おう、うん、そのレジ下に置いといてくださいと、おう、うん、今も潰れずにいます。なぜか知らんけど最近 TT を買いやがったな。TT? アウディの儲かっとる証拠なんでしょうね。それでだいたいブレスレットネックレスでだいたい8900円ぐらいやって、まあ9000円ぐらいかな、1万円はいってないはずかって言って、で俺お釣りはいらないって言って1万円もらいました。おう、うん、プラス1000円ぐらいの儲け。そう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 。どうなの、石探す時間考えたら、なんていうの、地球的にマイナスじゃないの。地球的ですよ。地球はだいたい150円から200円ぐらい。だいぶ石探したね。そうそう、ない時はもうだって伊勢まで走っちゃうもん俺。伊勢のおかげ浴場で石結構見るけど、あれ当たりあるの。あるある、あそこいいのあるんやって、あそこ。だからね、本当に本当に真面目にきちんとやってる霊能者もいるんですけど、そうやって、うん、目に見えないものでお金を取ろうとする人はいっぱいいます。もう壺何万円って言ったらもう絶対買わない方がいいです。このご時世に、このご時世に壺100万な、どこぞのな団体なんて、お前見てみに、聖書おめえ350万だぞ。キリスト教の聖書でも、聖書でもあんな高くねえぜ。そんな1万2000、2万円ぐらいでしたら買えるようなもんだぞ、あんなもん。読んだことないから知らねえ、読んだことないから知らねえって。白い壺がお前だって500万だぞ。500万、いいよね。時給換算してもまだお釣り来るもん、ちゃんと多分そうなるとだろう。そういうのにかからないように、本当にね、うん、ブレスレットは1万円以上は、1万円以上っていうか、まあ石によります。本当にあなたのその今のブレスレットでさ、うん、説明してよ、そのざっくりどんな、あなたのやり方の作り方にはなっちゃうんだけど、これアメジスト、この見えてる、画面で見えてる、見えるな、見えるかな、これ紫ね、アメジストってね、これ1個1000円です。こんなちっちゃくて、いや、はい、削ったんだろうけど、ごめんなさい、1000円です。これ1000円です。効果は何があるんですか。アメジストこれ2つで2000円です。これに何を込めるんです、何を困ってるんですか今。これこれ、これ1個、2500円です。どっか。すいません。ごめん、長いこと住んどるけど初めて聞いたよ、そんななんか、こんななんていうの。なんか下手な腕時計みたいな高さしとるやん。この薄いブルー、ブルーなんですけど、これ本当に貴重なんですよ。なんて石だそれ。忘れた。れ宝石名は、内径か。忘れた。まあこれは僕にあった気を、まあ金運、ほう、魔除け、まあほぼ金融かね、僕の場合は。うん、金欲しい、まあそういうことじゃないんだけど、だから僕意外とブレスレットで結婚しました、いい出会いがありましたって言った時は、出会いがあった場合は付き合って2ヶ月後も付き合ってたらブレスレットを右に変えてくださいって言われる。
ほう、ブレスレットを渡してから、うんうんうん、左に2ヶ月つけました、はい、じゃあ願いが叶って、じゃあ最初にもらいましたで、うん、願いが叶って必ず左につけて、必ず左につけるんです。ほう、で願いが叶いました、それを右に手に変えてください。2ヶ月間、いや彼氏と付き合って2ヶ月後右に変えるという、夢が叶ってから2ヶ月後にこっちに右手に変える。そう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 、で右手で2ヶ月ぐらい経ったらあなたにメンテ出すの。変えましたっつって LINE が来る。メンテしたいっていう話じゃないの。メンテなんかしねえ。またお金かかるじゃん。そうだけど、なんかもうそれはずっとあと持っとくだけでいいの。 右手につけとくだけで。そう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 、何年も。そうそうそう、へえ。そう、まあメンテがいらないのはエコなあれか。そう、あのね本当に僕もよくなんか2万8000円で買わされたって、買わされたって買ったんですけど、で占い師からっつって、ほう、でこうやって全部ある程度見たらほぼプラスチックなんですよ。プラスチックに4つぐらいが本物の石やったんかな。 あとみんなプラスチックで、あなたのブレスレットでいう透明なやつ、つなぎの部分が全部プラスチックみたいな感じだ。すげえ値段と思って俺。こういう詐欺もいるんですよ。石とプラスチックの見分けのつけれない、かわいそうな方も、こういうかわいそうな方もいるんですよ。パワーストーンでプラスチックっぽいっていうと琥珀だけなんですよ。ほうほうほう、うん、琥珀はもうプラスチックっぽいんですよ。じゃあそのプラスチックみたいなやつを見て、これって何の石で作られてるんですかって言われて、琥珀出されたらもう本当すいませんっつって、俺噛む噛む、うん。まあ本物だったら別に買えばいいか、そんないくらか知らんけど。いや琥珀だけはもう読めないんだよ、手で。ほう、琥珀はもう石じゃないから、ほとんど樹液みたいなもんだから、まあ樹液だ、樹液だ、樹液の固まったやつやから、うんうんうん、読めないのよ。石とかだったら乗せて普通の石、安い石なのか、これには本当にパワーが入ってるのかは分かるんですよ。これね、大体持っとる人、僕大体お客さんで来るんやけど、うん、一旦自分の今持っとる重さを手で持ってくださいっていうもん。どういうこと？で自分で持ってどう思いますかって言ったら、うん、軽いってよく言うのお客は。ああ、ブレスレット持ってね、お客様がね、はいはい、で僕は一応パワーを入れてガーッとビニャビニャビニャ全部一個一個呪文を入れながら、うん、はい、じゃあこれ持ってくださいって言ったら、あれちょっと重く感じるっていうのがもう 100% そのせお客さんたちはそれで1000円、それで1000円で、これでどうですかって、いやこれこの石を見る限りは彼氏が欲しいっていうか恋愛の占いですよねって、はいっつって、今から考えて3ヶ月後にここだけちょっと妥協すればとか、まあこういう風な彼氏ができますよって言って渡す。うん、だから何ヶ月後にいいことがありますっていうのも僕の DM の人も経験されとるし。ああ、その何ヶ月っていうのをちゃんと指定した場合ね、1ヶ月後とかそういう。はいはいはい。僕はそうやってやってます。僕は詐欺じゃないですよ。さっき言ったブレスレットを出されました、プラスチックっぽい、これ材料なんですかって言って琥珀って言い返せなければもうそれは詐欺。琥珀色ってあるじゃん、黄色い、黄色いんだよね、うん、琥珀って蜂蜜みたいな色、蜂蜜みたいな、なんか蜂蜜固めではない色、はいはいはい、あれはもうプラスチックと本当の琥珀なのかっていう区別がすっごい難しい俺にも。そう言われたら噛むって何で分かるの、噛んだら何で分かるの。あ、俺ね、なんで噛むかってあんまり思わずガバッと噛みつくわけじゃないよ。、うん、樹液だけは人間には分からないんだけど、な
噛むと生きてるのよ。ああ、俺には判別できないってことが今分かった。いや俺ね、本当にね、琥珀だけはどうやっても本物か偽物かっていうのがさ、わかんねえんだよ。他のさ、ああいうタイガーアイとかさ、あのルチルとかさ、うん、まあ、いろんな石の、ルチルって、はい、これブラックリチルっていうやつかな、お金の口見して、あこれがブラックリチル、ルチルって言って1000個で1000個1000個、これね、これこっちこっちよ、これこれ ルチルなんですけど、黒のちっちゃい、ちょっと手でこれ、これだけでも、2500円もしやがったちょっと待って、俺下げられとるかな。あれ総額いくらこれ、本当に6000円ぐらいいってる、これこれで15000円。この透明なパーツは、透明なつなぎの部分はいくら1個、あ、これこのでっかい、これ18ミリなんやけど、これだけでどうだろう、1000円いっとるんじゃないかな、一玉、うん、これこれが800円と500円の間ぐらい、750円ぐらいかな。皆さん、とんでもない高級品がここにあります。これは違います違います、これは本当に何ちゅうの、何ちゅうっていうかな、パワーストーンとこ行って何千個揃えて、自分がの一番合う木を探して探して探して、これだこれ、これいらん、これこれいらん、これいらん、視聴者さんでパワーストーンとか、そういう石売ってるお店行ったことない人のために説明すると、こういうなんかちっちゃい石であれば、駄菓子屋のなんか箱みたいな感じで箱売りされてるのよ、バラ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 とで、その中から1個ずつを探してるわけだよ。ちなみにスーパー行きませんから僕、ん行きませんから、問屋さん行きますから、石買うのに、うん石ってむしろスーパーに売っとるの、ああいうパワーストーン屋さんに売っとるやん、ああいうみんながごちゃごちゃ触ったやつは買いません、僕は、僕のは。伊勢神宮も大概人が触ってんじゃないの、は伊勢神宮のも大概人が触ってるんじゃないの、あれはだって自分でやれやもん、浄化するもん、汚いやつはいや、お客様のも、お客さんなん、お客さんに作るやつも大体僕ね、大体あんなもんはペペペペってはめて、みんなも1時間でみんなでなんかキャーンとお店でキャーンとやってやってる人いるけど、俺3日かけますもん、除霊的な、そういうなんか、まず1回その、うん、全部その石を全部浄化して空にして、そこから糸もちゃんと浄化して職人の仕事やな。でもそれでやっても本当に、うん、1万円いかないです。1万円までお願いしますって言ったら、うん、いい石探してくるんじゃない、もっと。でも別に俺普通にそこら辺に売っとる安い石でも、だいたい買った人は幸せになってるか、まあ若干1名だけ不幸になったけど、今幸せになっとるでさ、ブレスレット作ってじゃがましいやつも、君が知っとる女性だけどカットするか知らんけどさ、あの子はそんなになんていうの、占い、あなたのなんていうの、ブレスレット扱いにくい子なの。そう扱いにくいな、よーちぎれるもん。ちぎれるの？ちぎれる。物の扱いが雑っていう話。雑雑。クズね。だから本当にね、皆さん本当今こういう夏の時期になると、そういう霊感商法の詐欺って本当に多いですから、本当に皆さん何ちゅうのかな、あなたの体の中に幽霊が入ってます、除霊しますとか言って。うん、幽霊が入ってるっていうのはどういうふうに入ってるかをある程度詳しく聞いてください。ああ、うん、そうね、だって俺の体に幽霊入ってますって言われても、ワンチャン俺自身幽霊だったってか、幽霊ってか、その同じカテゴリーに分類されるかもしれんもん。そう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 、俺除霊されたら俺死ぬでしょ。いや除霊だって入ってもいねえの、除霊しました、はい、もうこれで大丈夫ですっつったらさ、うん、あ大丈夫なんや、はい3万円って言われてみやろう、何も変化ないんですけどって必ずその幽霊、体に幽霊が入りましたって言った時に、うん、うん、私はなら除霊できます
て私ならじゃなくて大半は除霊されますかっていうわ、そのままにしときますかとか除霊しますかって、私ならできますっていうやつに限ってもできません。まあ確かにな、除霊しますかっていうくだりで、え、できるんですかって言ってあれだわな、そのあなたにそのできるのかできないのかって疑いかければいいだけだもんな、その、うん、僕は相談料はいただくけど除霊代はもらいません。僕はね、うんうん、相談料はもらいます絶対。相談料はもらいます、除霊費はいりませんっていう。相談料おいくら、込み込み。俺がその相談すると言ったらおいくらかかるの。5,000円。高え。安いのか、他のなんていうの、そんな除霊する人たちに比べたら。他なんて言ったら、ね、3万とか下手すら10万取るやつもおるぞ。はあ、うん、10年分のアフターケアでもあるのかね。わかんねえ、除霊なんて言ったら本当に見えるもんでもねえやん。まあね、うん、まあ除霊に関してはなんだ、うん、詐欺は多いから、あの一回除霊してくださいって言ってその場で頼まない方がいいです。一回頭冷やしてください。うんうん、うん、それは大事だと思う、うん、それ一番、うん、一番それが大事。ちょっと考えさせていただきますとか言って。